はいさい、今回は糸満市にある名城ビーチに来てます。今日の沖縄晴れてます。でね、昨日からキャンプしてたのかな、わかんないんですが、テントもいくつかありますね。で、今の時刻1時半なんですが、今日はこの時間帯が干潮みたいですね。ちなみに気温なんですが34度あります。なのでね、バーベキュー暑そうなんで、ご飯時間なんだけど海で遊びたくなりますよね。ただね、浅いのがちょっと沖の方まで歩かないと泳いだりできないんですが、で、前回もね、ヤドカリがいっぱいいた、あ、ダンの木だったかな、モンパの木だったかちょっと忘れたんですが、木陰のね場所がある島まで渡ってみたいと思います。それにしても暑いです。夏雲、これぞ沖縄って感じですよね。今日平日なんですが、結構ね、先ほど見せたようにバーベキューというかテント張ってね、レジャーを楽しんでる人がいたりします。まあ、8月入ってるんで、もしかしたらね、夏休みに入った学校とかもあったりすると思うんで、そういった学校のね、お子さんを連れて海遊びしに来てるのかもしれないですよね。ちょっと川が流れてるので、那覇空港から結構近かったりするんで、飛行機もちょくちょく通ったりしているんですが、そこまで爆音が聞こえるわけではないので、まあ気にせず撮影したいと思います。ここはね、アダンの実がいっぱいなってますね。もしかしたら夜とか、まあ干潮時間帯合わせて来ることができたら、ヤシガニちゃんとかもいるかもしれないですね。ヤドカリがね、結構いっぱいいるんで、まあ、今暑い時間だからか分かんないんですけれど、軽く歩きながらヤドカリ探してたんですが、今のところ見当たらないです。で、前回紹介したモンパの木の木陰なんですが、今回もちょっと入ってみたいと思います。あれ、前回は朝早い時間だったと思うんですよ。まあ早いって言っても9時ぐらいなんですが、その時間帯はヤドカリだらけだったんですが、今の時間帯はちょっと暑いのか、もっとね、岩陰とかに隠れてるのかもしれないですね。で、結構今日は引いている感じなんで、奥まで行って潮干狩りなんですかね、何がいるのかちょっと分かんないんですが、海の方ね歩いてる人たちも結構います。じゃあ僕もせっかくなんで、いつもの青い海ではなく緑の海がね
見えるところまで行きたいと思います。あ、飛行機飛んでますね。那覇空港からどちらまで行くんですか分かんないんだけど、子供たち多いですね。夏休み入ってるんですね。やっぱ暑いですよね。ここがね、那代ビーチの好きなところなんですよ。沖縄らしからぬなんかね、温泉とかね、そういう入浴剤の色っぽい海なんですが、ちょうど島と島の間なんで、まあ、川みたいな感じになってるんですかね。沖縄の海らしくない色です。ちょっとね、ここの木陰入って写したいと思います。いいですね。まあ本来青い海がやっぱり綺麗で、まあ沖縄の海らしいっちゃらしいんですが、この海はね、この海でいいですよね。確かうるま市のね、夜景な展望台とかね、そこの川もこんな感じなんですよ。矢渕島の川ですか。いいですね。雲もいい感じだし、釣り楽しんでる方もいますね。浅いのに根がかりしないのかな。はい、というわけで、ちょうど飛行機とかも飛んだりしてるんですが、今回は糸満市にある那代ビーチからでした。ではまたね、バイバーイ。